皆さんこんにちは。ご紹介いただきました前杉並区長山田博史でございます。今日はこの台湾のね、緑の独立旗、台湾の独立旗を掲げて日の丸と台湾の独立、この中で皆さんにお話をさせていただくという機会をいただきました。まあ昨年末慰安婦の問題で政府間の合意がなりました。しかし慰安婦問題を追及してきた私にしてみてはこんなものでは終わりではありません。とんでもないことだと思っておりまして、必ず国会に舞い戻って真実をきちっと明らかにするように全身全霊で頑張っていくと、立法府の意見、立法府の発言を止めることは政府であってもできないと私は考えております。ぜひ私はこの韓国となんでここまでこう気を使ってやっていかなきゃいけないのかというのがさっぱりよくわかりません。もっと気を使わなきゃいけない国が台湾じゃないですか。中国に気を使うよりも台湾じゃないですか。先ほども水島さんがお話があったように、あの日本のもう有史以来の大きな悲劇であった2011年3月11日の大震災、あのあとたくさんの義援金が全世界から寄せられたけれども、台湾がダントツじゃないですか。私は本当に台湾は沖縄県与那国島のすぐそばにあり、地域的にも近いし、また心理的にも近い、近くて近い国、台湾が最も日本が大事にしなければいけない国ですよ。その割には本当にこれまで気を使い気を使い、台湾のやはり立場というものに対してどちらかというと冷淡な対応を取り続けてきた。私たちは今南シナ海の問題や尖閣諸島を中心とした東シナ海の問題を見たときに、いかにあの大陸の国が恐ろしい国かということを本当に私たちは身をもって知っています。台湾の人たちはもっと知っています。私たちは日本と台湾は一体だとこう考えていかなければいけないと思います。南シナ海で今起きていること、もうフィリピンもベトナムも台湾もみんな領有権を主張していたにもかかわらず、勝手に中国が入ってきて岩の周りを埋め立てて3000メートルの滑走路を作って、そこにこれから軍用機を飛ばそうとしている。今でも制空権が、制空権を持った地、国が全体を支配するという条件は未だに変わりません。空港を作って制空権を得ていけば、南シナ海はこれは中国の海になっていってしまいます。南シナ海を日本の単価、中東から日本は9割の石油を輸入してます。今でも9割の石油、日本のエネルギーが通っていくあの南シナ海を中国が抑えてしまったら、もう一気に日本の株価は下がりますよ。皆さんの携帯電話だって電力でできてるわけですから使えませんよ。こういった事態になってくる、その南シナ海の出口にあるのが台湾であります。そして台湾のそばを通ってタンカーが日本にやってくるんです。台湾と日本は民主主義国の国、そしてまた自由を大事にしている国です。香港は中国に編入されましたけれども、今どうでしょう。反中国のこの間書店がありましたけども、ここの人たちが一人一人行方不明になってるじゃありませんか。どんどん言論の自由が弾圧をされている、そういった香港の姿を見ると、こういった状態に台湾がなってしまっては大変なことになると、これは日本の問題でもあります。私たちはこの近くで近い国、あまりにも日本が冷淡にしてきた、台湾の人たちは本当に日本を大事にしてくれた、さっきも申し上げた通り東日本大震災で最も多くの義援金を出した台湾という国に対して、今回の総統選挙の結果を見て、私たち日本人は本当に心から台湾と日本は一つになろうと、そういう気持ちで頑張っていこうじゃありませんか。私は
そういった意味で何か日本の政府は日本にガン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 何でもかんでも嘘800言うくような国、隣の2つの大きな国がありますね。この国々に対してあまりにも気を使いすぎる外務省は、すぐアジアの人たちはと言うけれども、アジアっていうのはあの2つの国じゃないんです。一番嫌われてる国なんです、あの2つは。世界で本当のアジアの国というのは台湾も含めほとんどが親日的なんですよ。そういった中ですぐ新聞はアジアの批判とか言って中国と韓国の話を出すけれども、あの2つの国は特殊な国であって、ほとんどの国々は日本に対して極めて友好的であります。その最先端に行っているのが台湾じゃないですか。私は台湾は日清戦争の後1895年日本に割譲されました。そして日本が1945年に敗戦を迎えて日本は台湾を放棄しました。その後1951年にサンフランシスコ講和条約を結んで日本は独立を果たしましたが、台湾の帰属問題はどこの国かと、台湾はどこの国に帰属するのかということは未解決なんです。勝手に中華民国国民党が入ってきて勝手に空き家を取ってしまったわけです。その状態がずっと続いてるんです。台湾の帰属は、まあ、国際法ではまだ未定なんですよ。その中で台湾の人たちがここは昔から私たちの土地だと言って今声を上げ始めています。民族自決というならば、やはりこの台湾の声こそ私は本当のやはり筋道の声だと思っています。日本の人たちは心の中で台湾が好きです。ですからこの台湾の好きな気持ちをもっと大きな声を出して、そしてやはり正義を主張していく、そういった国になっていく必要があるんじゃないかと思います。どうか、私もさっきね、横断歩道渡ってきたら中国語を喋ってる人がこうやってね、みんな写真撮ってました、この車を。やはり確かにこの上で喋ることはできないかもしれないけれども、多くの台湾の人たち、または中国の人たちもやはりこういった日本の動きを注目していると思います。日本はきちっと自由と民主主義を大事にするということを旗にしているんであれば、どっかの独裁国家に平行なするんじゃなくて、きちっと同じ理念を持つ国々ともっと深い関係を持っていく必要があります。アメリカですら台湾関係法という法律を作って台湾に対しての援助のルールを作っています。日本でも台湾関係法、台湾法を必ず国会で作っていきましょう。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。前杉並区長山田博さんからお話を伺いましたけど、これを今台湾の人たちに山田さんのお話を聞いてもらいたいと思います。三病区的区长山田宏，他现在是也是前众议院议员。他首先提到呢，台湾在三一大地震的时候给了日本很大的援助，这是呢中韩两个国家呢绝对不会做到的。那他也呢呼吁说，台湾是亚洲呢不只是只有中韩两个国家，日本太重视，只要提到亚细亚就是这两个国家，其实不是的。包括台湾、菲律宾、越南都是对日本非常亲善的国家，不能对他们冷淡，要放在所有考虑亚洲事情的时候都要把放在这个考虑的范畴之内。那在这里面呢，尤其台湾是最亲日的，而且是追求民主自由的，跟日本有同样的价值观。希望呢，这一次台湾人的声音呢，要让世界听到，台湾人站起来，建设自己的国家。今山田博さんのお話いただいたものを、ダイジェストですけども、きちんと、台湾の人たちに伝えるように翻訳してもらいました。山田博さんでした。どうもありがとうございます。これからも頑張ってもらいたいと思います。ぜひですね、国会に入って、この筋の通った政治が行われるよう山田博さんにお願いしたいと思います。山田さん、どうもありがとうございました。